チャオ、あっちゃんです。この前から100均のブルーベリーね、聞いたんか聞いてんのからへんとか言ったけども、ちょっとね、違うの、DHC を買ってきました。DHC のブルーベリーエキス、1日2錠目安、アントシアニン 36%、含有ビルベリーエキス 170mg、カロテノイド、ルテイン配合、DHC の健康食品、毎日の健康を考えた高品質低価格、はい、1日2粒目安、ソフトカプセル、パソコンやテレビ画面に集中しがち、長時間の車の運転するとき、生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをって書いてあるんだけどね。はい。で、お召し上がり量、1日2粒を目安にお召し上がりください。水またはぬるま湯でお召し上がりください。とか何やかんや書いてあるんだけどもね。まあ、ビタミンがいっぱい入ってんねん。総カロテノイド2ミリ、ビタミン B1 2ミリグラム、ビタミン B2 0.4 ミリグラム、ビタミン B、かすんで見えない、B、マジでかすんで見えん。B8、2ミリグラム、ビタミン B12 40ミリグラム。はい。そんな感じ。それぐらい目がかすんでおります。はい。っていう感じで、これ飲んでいきたいと思います。これ20日分。で20日後にどんな感じ、まあ飲み忘れる日もあると思うんだけどもね、まあ、20日後にどんな感じかまだ報告を覚えてたらします。はい。で、今はこの裏のこの字がかすんで、こうやって目を見開いてこうやったら、あ、 B8 中で B6 やったわ。こうやったら、なんていうのかな、ちょっとかすみが取れたりするね。かなりね、目のね、調節機能が衰えてきてます。老眼ですね、多分ね。はい。なんかこれがどれぐらい解消するのか、はい、1日2錠を1回で朝から飲むようにします。2錠、いや飲みます。水またはお湯、お茶で飲みます。あかんがなって、舐めてもね、でも味てん。あ、喉に何かかかった、飲みにくい。はい、ちょっと粒が大きいでね、うん、なんか喉に詰まりそうな感じです。あ、じゃあ喉が細いんかな、なんかね、です。うん。で、これでは続けていって、20日後、ここの字が、どれぐらいの距離で読めるのか。もうローガーンでちゃうんだけどね。まあまあまあ、これぐらいで。今言ったらこれぐらいで見えんねんね。うん。これぐらいで見えんねんけども、どうしたらかすんだりすんねん。で、こうやって目の調節機能が見えたりするんだけど、ここまで離すともう確実に見えんねん。ここまで、これぐらいでは確実に見えんだけどもね、ここまでシャネホン見える。で、ここまで来るとね、結構か、あのぼやけんねんけど、うん、こうやって調節機能を自分でこうやって調節に目をこうやって読めるっていうのが今日です。20日後どうなっているか、はい、飲んでいきたいと思います。はい。ということで、 DHC の健康食品ブルーベリーエキスの紹介というか、テスト、長期テスト初日でした。ではまたね、20日後にお会いしましょう。